今年7月、長野市の長野中央病院に県内5カ所目となる緩和ケア病棟が開設されました。がんによる体や心の辛い症状を和らげる入院施設です。まあ、がんの患者さんには痛みとかですね、呼吸苦といった身体的な辛さのほかに経済的な問題ですとか様々な苦痛が生じますし、同じように家族の方にもそういった問題が生じてきます。私たちは患者さんや家族からそういった辛さや問題点をこう引き出して、それに対して辛さを軽減したり予防したりしていくのが仕事です。緩和ケア病棟は家族とのスペースや面会時間の制限が少なく、患者と家族が過ごしやすい環境が整えられています。こちらは家族用キッチンになっていまして、患者さんが食べたいものをご家族がここで料理していただくこともできますし、お家から作っていただいたものを電子レンジで温めてお部屋へ持っていっていただくこともできるようになっています。こちらは、家族控室になります。遠方からご家族の方が見えたり、あとご親戚の方も含めて気兼ねなく宿泊していただけるように、お布団等も用意してくつろいで過ごしていただけるようになっています。病室にもソファーベッドが備えられ、付き添いの方が一緒に泊まることもできます。また家庭的な雰囲気でくつろげる談話コーナーもあります。緩和ケアといいますと、終末期を中心とした医療という考え方がありましたけれど、今はがんと診断された時から切れ目なく提供されなければならないものであるというふうに変わってきています。医師や看護師や薬剤師、それからリハスタッフや医療福祉士、それから栄養科などさまざまなスタッフが協力してケアに当たっています。スタッフみんなで心がけていることは、自分の価値観を押し付けずに、患者さんの希望を第一に、患者さんの生活の質を上げていくっていうことを目的にしていますので、その患者さんが自分らしく生活できるように、価値観ですとかそういったものを大事にして、病棟全体で楽しく過ごせるように心がけています。